二度と来ないこの瞬間、僕は一人じゃない、同じ夢目指す仲間の想いを背中に受け、心に抱き、強くなってゆくよ、伝えたい、一緒に戦うから、一度しかないこの人生、何回泣けるだろう、本気で、あの日の僕みたいに、夢叶える涙を、サッカー部創部50周年おめでとうございます。平成21年度卒、松本山雅人ジェットです。本日はシーズン中のため、そちらに伺うことができず大変申し訳ございません。一日でも早く活躍した姿を皆様にお伝えできるよう頑張ってまいりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。また初切りなどでお会いする機会があった時はよろしくお願いします。松下でした。2006年度卒、58期の小畑純平です。現在 FC 琉球でプレーしています。この度はサッカー部50周年おめでとうございます。現役中に技術の大切さを学び、そのことが今生かされていることを日々感じております。また当時一緒にプレーした仲間たちと学生時代の話をすることも多くなりました。久我山サッカー部のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。皆さんこんにちは。2009年に久我山サッカー部を卒業して、今は FC 東京から CE サバデルにレンタル移籍している田辺壮太です。この度は久我山サッカー部創立50周年おめでとうございます。またこのイベントのために尽力してくださった OB の方々、ありがとうございました。僕の久我山サッカー部3年間は、とても楽しく最高の仲間に囲まれて、人生の中で最も重要な3年間だったなと思っています。僕たちの代は本当にいろんな方々に迷惑をかけました。リーさんや時々先生をはじめ、顧問の方々、スタッフの方々、本当に感謝しています。皆さんのご協力がなければ、選手権出場やあんな最高な3年間になることはなかったと思っています。ありがとうございました。今後久我山サッカー部が美しいサッカーで全国制覇を成し遂げてくれることを願っています。僕もそれに何らかの形で協力できたらなと思っています。僕は今日本代表を目指して頑張っているので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。それでは、今後の久我山サッカー部躍進を願って、サッカー部関係者みんな一丸となって頑張っていきましょう。ありがとうございました。ちなみに今スペインなんですけど、撮影してくれているのは、選手権の時に一緒に戦った僕の友達の川久保修くんです。キャメラマンの川久保です。全員で団結していきましょう。